国鉄 EF64 型電気機関車、EF64 型電気機関車、EF64 型電気機関車は、日本国有鉄道、国鉄が1964年に開発した、購買線区用向け直流電気機関車である。1960年に、国鉄の大型電気機関車としては、最初の近代家系である EF60 型が、完成して、以後、 本線の列車検引用としては、東海道、山陽本線向けの EF61 型と、新越本線用の EF62 系、EF63 型が開発されてた。EF60 系、EF61 型は平坦路線検引用、また、EF62 型は、新越本線横川駅軽井沢駅間の国鉄、最急勾配に対応した、本向き、 EF63 型は薄い峠を補給という特殊設計となっており他の一般公開路線では EF62 系 EF63 型が備える急勾配用の装置は必要としなかった。しかし一方で大湯本線の板谷峠1949年に直流殿下1968年に交流化し、統式は撤退越え区間や 中央本線など20パーミルから33パーミル程度の中高バイク間に対応する発電ブレーキ、搭載新型階級電気機関車が必要とされる直流電化路線も多く、これに対応するために開発され1964年に登場したのが本形式である。1964年から1976年の間に基本番台、 1>, 1から79、79両、1980年から1982年の間に大幅な設計変更を行った1000番台、1001から1053、53両の計132両が製造された。全車に共通的な事柄のみす。重連運転を行うことから EF62 系、EF63 型と同様の全面貫通型となっているが、 前面窓部分の傾斜をなくしているため EF62 系 EF63 型とは若干印象の異なる前面形状となった。また本形式では車体塗装をどう色2号、茶色ではなく青15号に全面下半部のみクリーム1号の新塗装としている。従来は寝台特急列車県引用の EF60 系500番台のみが 青色とクリーム色のツーンカラーであったが、本形式以降、直流新型電気機関車は全てこの塗装が採用されることとなった。EF62 型をベースに、軸配置を二軸ボギー三台車の一般的な配置、ボボボに戻し、合わせて、歯車比を EF62 系の16、71イコール1、4.44から、高速性能を、 やや重視した18、69イコール1、3.83に変更した。制御方式は、直列、直並列、並列の3段組み合わせ制御である。制御装置として、電動カム軸式抵抗制御器、CS22、電動カム軸式転換、バーニア制御器、CS23、電動カム軸式開示制御器、CS24 を搭載する。 公媒区間での空転、滑走対策としては e f 6 2型を元にした、主回路の柱区渡り接続、ノッチ細分化や、軸重保償が採用された。主電動機は設計当時の国鉄電気機関車で、標準的に採用されていた直流直膜規制粒子、電動機の MT52。 単子電圧 750V ル時1時間定格定格出力 425kW を6機搭載する。想定格出力は 2550kW である。重連運転を想定し、重連総括制御装置と正面貫通扉を備え、また下り坂での安全対策のため発電ブレーキを搭載する。発電ブレーキが速やかに立ち上がるよう、 本形式の逆転機は境地電流の向きを変える。境地転換方式ではなく、電気子電流の向きを変えるという電気子転換方式を採用した。発電ブレーキはあくまで66.7パーミルでの運用を前提とした e F f 6 2型に対し、25から35パーミル前後の勾配で運用することを基本に、編成重量に応じた均衡速度を選択できるものとなり、 EF62EF63 型で採用した発電ブレーキ時のバーニア制御等、急勾配対策の特殊装備は省略されている。客車列車に使用するため電気暖房装置、EG を搭載した車両と未搭載の貨物列車専用機が存在する。勾配専用で発電ブレーキを常用する設計であることから、抵抗機の放熱を効率よく行うため、 車体側面のエアフィルタ部の開口面積を大きく設計してあるのが特徴である。79両が製造された。台車は同じ軸配置 BBB かつ MT52 系電動機搭載の EF70 系用をベースとした DT120A 両端台車及び DT121A 中間台車を装着する。制御技用電源として メガヘルツ81バイト DM44 バイトに、小交流式電動発電機を搭載する。交流60ヘルツ、極場の容量を備え、交流24ボルト、交流50ボルト、交流100ボルトのほか、整流器を介して、直流100ボルトを供給する。加えて、EG 搭載機には、メガヘルツ 107ADM69A 電動、発電機を搭載する。 空気ブレーキなどで使用される圧縮空気を供給する電動空気圧縮機は架線からの直流 1500V を電源としたロッコ半式の MHz92BC3000 を1機搭載する。冷却用の電動送風機は架線からの直流 1500V を電源とし主電動機用として MHz91IFK102 を2機指定工技用として メガヘルツ 110FK77 を6機搭載する。また、当初の投入区間が、豪雪地帯である、板谷峠であったことから、e f 1 6型を参考に寒冷地対策も、重視され機的は、大2型統合系の2種類を装備、台車の砂巻き管には、凍結対策のヒーターを備えたか、運転室全面窓上には、つららぎり、窓周囲には、防護策、 プロテクター取り付け用のボルトが備えられた。なお、各製造自別の製造メーカー EG 搭載、申請配置、名目は、下記表を参照。千番台は1970年代末期に開発された国鉄最後の直流電気機関車である、上越線や高崎線で当時使われていた EF58 系、EF15 系。 EF-16 系の機械用2980年により投入された。ラストナンバーは1053である。性能は基本バンダ台とほぼ同様であるが、各部仕様は基礎から再検討がなされたため、基本バンダ台との差異は大きい。計画にあっては形式の変更もあり得たが、労働組合との間で新型機関車導入に関わる。 難しい接触を行う必要があるので在来機のマイナーチェンジ、新規バンダ台区分扱いとした。主な投入予定線区である上越線の沿線が国内有数の豪雪地帯であったことから、節外対策を特に重視し、車内危機器配置方法は大きく変更された。車体側面の一端に大型のブロワールーバーがあり、ここが第二機器室。 その前後が第1機器室、第3機器室と3分割にされた。主抵抗機と、その送風機や主電動機送風機など、冷却空気の必要な機器を、大機器室に集中して配置し、主抵抗機の排熱風をルーバーとその内側のフィルタの間に貫流することで、防雪対策としているほか、運転室の防音にも配慮している。第一機器室と第三機器室には発熱の少ない機器が、 配置されているが、主電動機送風機で室内をわずかに余圧することで、粉雪や人愛の侵入を抑止し、防雪、防塵対策としている。この結果、他の国鉄電機では見られない、側面左右非対称の車体になった。大雪装備を大幅に強化し、本形式基本番台や EF65 系の一部、EF81 系の一部に搭載されている。 発熱体付きの砂管は、通常の塗装では熱により、塗膜がれか、剥離するため、アルミ粉が含まれた耐熱塗料で塗装されている。制御装置は、基本版台最終造備車に準じた、CS22D 抵抗制御機、CS23D バーニア制御機、CS24C 回次制御機を搭載しており、1000番台。 基本ダ台双方との充電総括運転が可能である。制御機及び補機の動作用電源として、電動発電機は DM104 ブラシレス直流電動機を採用して、ブラシレス化を行い、電気暖房用電源、EG はサイリスタを使用した SC14 静止系インバータとした。主定抗機は基本ダ台の MR74 では、 発電ブレーキ時の容量が不足することから、新設計の MR146 に、主電動機は電気四軸系とブラシ放置機械量などを測った MT52 バイトに、終電装置は PS22 バイト下枠交差式パンタグラフとなった。車体が長くなった結果、基本番内の台車では、両端台車の首振り角及び、中間台車の左右動幅が不足するため、 EF81 型にて、実績のある揺れ枕省略系の DT138DT139 に、勾配途中での長時間停車時使用する、ブレーキシリンダロック装置を追加した DT138A、両端台車、DT139A、中間台車とした、空気ブレーキなどで使用される、圧縮空気を供給する、電動空気圧縮機は、 メガヘルツ 3064AC3000 型を1機搭載する。これは EF66 系例バンダイ二次車と同様のものである。電動機などの冷却に使用する電動送風機は主電動機用としてメガヘルツ 3084FK144 を抵抗機用としてメガヘルツ 3085FK145 をそれぞれ1機ずつ搭載する。なお、 二次車からは、終電装置が PS22C に変更され、上越線水上石田間補給運用に充当する際、深夜に、重連装活性魚用ジャンパ連結機などを着脱する際の照明の設置が求められたことから、正面ジャンパ連結機上部に斜め下向きの作業灯が追加設置されている。百六十四年から百六十五年にかけて落成した。 最初の12両は直流電化区間だった大本線、板谷峠越え、福島米沢間の EEF16 系、置き換えようとして、福島機関区に配置され、試運転を経て1965年10月から EEF16 型に変わり、本格的な運用を開始、急行、津軽に代表される、客車列車、貨物列車の牽引だけでなく、同区間を通る機動車特急であった、翼、 山場と前保機も務めたが、これらは1968年の道線交流化に伴い、前機が稲沢第二機関区に転出した。1966年から製造された基本版大造備社は、甲府機関区、長野運転所、篠野駅関区、稲沢第二機関区などに配置され、主に中央本線、篠野井線で運用された。 上越線への千番台投入の前には乗務員、訓練、営業運転などで、基本番台5両が長岡運転所に転出し上の長岡間で急行、能登や、寝台特急、北陸などを牽引するなど千番台と共用されたが、計画量数が出揃った後に、再び転配された。千番台53両は、落成時点では、全車が長岡運転所に配置され、 造備車が落成すると一部は高崎第二機関区、現高崎機関区に転出したが、いずれも上越線で使用された。1980年には、白尾線伝化に備え、基本番台の一部が岡山機関区に転出したほか、1987年には長岡運転所から千番台も転出した。また1984年に、 大梅線南部線の貨物列車で使用していた ED16 系の取り替えのため基本番台、1000番台の一部が八王子機関区、現八王子総合鉄道部に転出した。58は1978年10月に長野県で開催された山彦国体。77は1986年10月に 山梨県で開催された会寺国体の際にそれぞれおし列車を牽引した。おし予備機の62と合わせて区部,部車との電話要請向けが設置されている。塗装は58は電結機及び開放テコ手すりなどが銀色に装飾されただけなのに対し、77は車体側面に白線が追加されているが、後の更新で JR 貨物標準色となり、 おめしきとしての特徴を失った。1987年の国鉄分割民営化では、本形式は、基本番台、千番台とも製造された全車が、JR に承継された。貨物列車券引用に使用されていた車両が多く、日本貨物鉄道、JR 貨物に、全体の85%に及ぶ11両、基本番台68両、千番台45両が、 東日本旅客鉄道、JR 東日本24両、基本番台6両、千番台8両が、東海旅客鉄道、JR 東海に、基本番台3両が、西日本旅客鉄道、JR 西日本に、基本番台2両がそれぞれ承継された。現在は定期運用を持たず、臨時列車、ジョイフルトレイン、降臨、配給列車、 電車県員用特殊装備の設置も参照で運用される。以前は、寝台特急県員の定期運用があった。運用区間はいずれも上野駅長岡駅間で、民営家事は北陸とではを担当。1990年9月からは、鳥海が加わり3往復体制になるが、では、鳥海は1997年3月までに廃止。 本運用は1000番台が充当されていたが、2009年3月14日から、当期定時制確保のため、明けが EF81 型より振り替えられ、翌2010年3月12日の、北陸廃止までの1年間だけ0番台、37.38も運用に投入された。その後37.38は、高崎車両センターへ戻り、1000番台が2014年3月14日の、 明け物の廃止まで担当た。2015年には1052.1053が長岡車両センターから高崎車両センターへ転属、老朽化の進んでいる38.39を置き換えた。ジョイフルトレイン、ユーロライナーの牽引や降臨に充当された。民営火事は名古屋車両所に配置されていたが、後に静岡車両区に転属した。 2005年のユーロライナー消滅後は、もっぱら降臨運用に充当されるケースが多かったが、2008年にレール輸送容器や97系が登場。本形式による降臨運用も置き換えられ、2009年1月16日付で2が廃車され JR 東海所有の本形式は消滅した。民営火事には下関運転所に配置されていたが、 後に、岡山電車区に転属した。稼働状態にあったのは旧のみで、山陽本線、白尾線、山陰本線などで、臨時列車や降臨運用のほか、JR 貨物岡山機関区のダイソ走運用にも投入された。2009年までに2両とも廃車となり、JR 西日本所有の本形式は消滅した。後継形式開発遅れのため基本番台初期車には、 製造後35年以上の経年者が存在するものの1000番台と共に2002年まで廃車は発生していなかった。しかし2003年に後継機であるアニ百0 0型が開発されたことから初の廃車が発生した。基本番台はその後もアニ百0 0系の増備進展に伴いトータが進行しており2007年3月18日のダイヤ改正では 塩尻機関区篠ノ井派室が担当する中央、東線運用の大半を、ア200型で代替した。さらに2008年3月15日のダイヤ改正では、篠ノ井派室の運用が消滅。同派室所属で全般検査期限に余裕がある更新機と高崎、機関区所属の1000番台4両が、愛知機関区へ転出した。2010年3月のダイヤ改正では、 上越線での定期運用が終了。岡山機関区、高崎機関区所属者が愛知機関区に転出し集中配置となった。2011年3月から JR 東海管内で ATSPT が運用開始されたため、中央再線、篠ノ井線運用が千番内に置き換えられた。2012年3月ダイヤ改正以降の運用線区は東北本線。 黒磯以南、高崎線、東海道本線、成田線、鹿島線、中央西線、篠ノ井線、白尾線である。2013年現在、10連運用は、東海道本線、稲沢名古屋、中央西線、篠ノ井線のみである。例番内は3月末で、全機運用を離脱した。2014年3月ダイヤ改正では、中央東線での運用が復活した。 2013年度から2014年度にかけ、1000番台の未更新規1040.1048050が愛知機関区構内で解体された。保留者となっていた例番台は2015年3月1日時点で全社除籍済みとなっており、愛知機関区構内で解体を実施。本形式の老朽化による故障防止と修繕費用の減言も及び、 設備投資抑制の観点から更新工事が施行された。例番台に対しては1995年から1000番台に関しては2003年から施行された。更新 A 工事の施行内容は以下の通りである。1993年には更新 B 工事が開始され、大車台枠申請及び制御装置の換装が追加されているが、 予算都合上更新 A 工事に比べると試行数は少ない。更新工事を試行した機関車は未試行機と区別する必要性から車体塗装が変更された。ライトパープルをベースにディープブルーとスカイブルーで塗り分け三色更新色乗務員扉はカラシ色とされた。広島車両所試行車は塗装工程簡略化の観点から 貫通扉もからし色のままで、鎧はディープブルー一色とされた。大宮車両所試行者に関しても、塗装工程簡略化を考慮し、1997年より、ライトパープルとディープブルー二色更新色になっている。その後の全般検査は、全車大宮車両所試行となったが、57は二色更新色に変更されたものの67は、 広島式更新塗装を継承した塗色するなどの際が存在する。例番台試行者は以下の通り、最初に竣工した1015の車体塗装は EF65 系、EF66 型などと共通の JR 貨物標準色であったが EF651000 番台との識別を容易にするため2003年夏以降に更新された1009以降は青を基調に 白の車ストライプを配した大宮車両所独自のデザインに変更された。また、本塗装はさらに改良が加えられ、前後ストライプ間のエアフィルター上平屋根型にも白が入るようになり、以降このスタイルとなった。同書での試行者は以下の通り、岡山機関区配置機は、1047が2006年7月に、1049が同年11月に、 1046が2007年2月に広島車両所で施行された。塗装は大宮車両所施行者と異なる独自デザインとされたが、1047は2012年全般検査の際、大宮式更新図書区に変更された。1049は2013年5月1046は2013年10月に大宮車両所で全般検査を受けたが、 広島車両所デザインを踏襲した図書区で出場した。総合車両製作所ニーツ事業所9 JR 東日本ニーツ車両製作所では JR 東日本の首都圏向け通勤系一般系電車を製造しているが同所で落成した車両を首都圏へ配給改装するため電車牽引用装備を 長岡車両センター配置の1030.10311032が装備する。また、廃車車両の解体作業が、従来の大宮総合車両センターから、長野総合車両センターに移管されたために長野までの、牽引階層、各総合車両センターで、改造落成した車両の配給階層でも、運用される。特殊な例では、E233 系をベースとする。 小田急電鉄の4線軽電車が乗り入れ先の常磐観光線に導入が予定されていた CBTC 関連工事及び千代田線ホームドア関連工事を行うため1031号の経因で事前に改装してあった松戸車両センターから大宮総合車両センターに配給改装されたことがある。二千十八年一月十五日現在二千十六年四月一日現在 このうち37は実動する唯一の例番台である。2015年度までに64両、基本番台57両、1000番台7両が廃車された。この初体は更新試行車、節全体の出展 JR 貨物所属の EF64000 番台の未更新機は2017年3月1日現在で1019を除き廃車。さらに未更新機が 全車運用を離脱したため、更新工事施行者のみの稼働となり未更新機と都職での区別の必要なくったことから、同系機をかつての都職であった国鉄職に復帰することにした。まず、2017年11月21日2028号機が大宮車両所での全般検査で国鉄職に復帰して出場した。1028号機は2017年12月に、 運用に復帰している。また、1022号機も全般検査を受け2018年3月19日に国鉄職に復帰して出場した。今後は全般検査で同社領所へ入場する同系機を順次国鉄職へ復帰させる予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。